バドミントントレーナーのゆうこです。今日もバドミントン体塾始めていきます。よろしくお願いします。今日はこんな面白いアイテムを紹介したいと思います。ドゥルルルルドンドンドゥ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 筋肉カルタ。はい、この筋肉カルタっていうのを今日は紹介したいと思います。面白く楽しく筋肉のことについて知れるカルタになります。ちょっとおすすめなので開けていきたいと思います。では開けていきたいと思います。チュッチュルーン、オープン。まずはパンフレットみたいなのが出てきましたですね。全身の筋肉が載ってますが、今回のカルタで使われている筋肉があいうえおと一緒に書いてある感じになります。まあ本当全身ですね。カルタ全部で45種類入ってるみたいなんですけど、厳選された45個っていうみたいです。では見ていきます。こんな感じです。中身はお見えないかな。こんな感じです。もう早速あが出てきましたね。あ、顎細い、抗菌使わずイケメンだ。イケメン筋ってことでしょうね、この抗菌みたいな感じで。これちなみに後ろにはこの抗菌についての説明とかが結構詳しく載ってるので、これ見るだけでも勉強になります。まあ、何よりねイケメンが書いてある。はい他にはいてててて、小村帰りだ皮膚筋、うまいなと思いました。こんな感じで、うわ、こんな感じで、はい、たくさん入ってます。私が特に面白いなと思ったのはどれだったかな。あった、ありました。まずこれ、ガンつける、怖くはないぞ眼輪筋。これだけ見るとパンダ顔、パンダ顔ってところがめっちゃ面白いです。しかもめっちゃ怖そうに見えるパンダが書いてあります。見えるかな、こんな感じです。見えます、こんな感じです。あとか、あ、これとか、これとかも面白いです。弱が背中に当たり痛いなら鍛えてないぞ広背筋。もうこの大きい背中ね、広背筋っていうのを特徴をよく捉えてますよね。こんな感じです。こんな風に楽しく勉強できるっていうのがこのカルタの面白いところだなっていう風に思います。ちなみにこのカルタは筋肉カルタ公式ホームページっていうので詳しく載ってます。詳しくは説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。こんな風に楽しく筋肉について知ることとか覚えることってトレーナーじゃなくってもとっても大切だと思うんですね。例えば、あ、ここの筋肉痛いけどなんて筋肉なんだろうなとか、あ、なんかここの筋肉私鍛えたいなと思ってるけどなんていう筋肉なんだろうっていうのが分かれば、鍛えるのにもストレッチをしたりするのにもすごい役立つそうですよね。強い選手とか強いプロチームとかは当たり前のように筋肉の名前とかを使って会話をしているんですね。例えばここの筋肉今こうなんだよねとか、ここの筋肉の動かし方がこうだからああなんだよねとか、こんな風に強い選手だったりとかほど自分の筋肉のことだったりとか体のことにちゃんと興味を持って向き合っている。ただ普通に勉強しようと思うとやっぱちょっと億劫になってしまったりとかすると思いますので、こうやって楽しく筋肉とか体のことについて学んでもらえたら嬉しいなっていう風に思います。ぜひ活用してください。そしてこのゆうこのバドミントン体塾でも週に1回筋肉デイといって一つの筋肉のことについてご紹介していきますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。皆さんが筋肉のこととか体のこととかに興味を持つ一つのきっかけになったらとっても嬉しいです。この筋肉カルタでぜひ楽しんで学んでくださいね。パン、あ、これで本日のバドミントン体
番組は終了となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ポカキアではバドミントンスクール、オンラインバドミントントレーナー、バドミントン支援士向けのコンディショニングサポートなども行っております。詳しくは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。よかったなと思う方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。